卒業式に着物を着たいけど目立つんじゃないかな、浮くんちゃうかな、気合入りすぎって思われたらどうしよう、そんな風に周りの目が心配で、というそこのあなた、ちょっと待って。そもそも卒業式って子供の門出をお祝いする日のはずですよね。着物は日本の民族衣装です。きちんとした身なりで参加するのが恥ずかしいことなわけない。着付けがうまくなくてもいい、着物が高価でなくてもいい、家にある着物を着て人生の節目をお祝いしましょう。きっとその着物を見るたんびに子供の笑顔を思い出すでしょう。大丈夫です。